ランチアストラトス、ストラトス、ストラトスは、ランチアが製造した、スポーツカー。世界ラリー選手権、WRC で勝利することを目的に開発された、ホモロゲーションマシンである。その移植性と希少性より、第1級のコレクターズアイテムに挙げられている。社名のストラトスは、清掃権という意味の英語の、ストラトスフェアあるいは、 イタリア語のストラトスフィラからの造語であるとされ、ストラトスと表記される場合が多いが、実写のロゴをよく見ると、ストラトエスとなっている。これは、商標関係による配慮だという。ゼロ、プロトティーポと呼ばれる、試作段階のプロトタイプ機までと、量産型のストラダーレ量産機に分けて説明する。ストラトスの名称を冠した車としては1970年ので、 デビューしたベルト2作であるショーカーのストラトスゼロがあった。ショーカーでこそあれストラトスゼロは実際の走行を可能とするために動力ユニット、エンジン、ギアボックスやシャーシーをランチやフルビやクーペのものから流用しており、MR、ミッドシップエンジン、後輪駆動というシャーシレイアウトはここで仮に完成していた。ただし後年パイオニアのカーコンポの出演時には ユニットは他に流用されて、不動車となっていたの、仕方がなく、デッカー方式で撮影が行われた。この車では乗降用のドアは、フロントガラスを兼ねたハッチとなっており、フロントに貼られた、ロンチのロゴ部分を開閉の部として、ハッチを開け、上下可動式のステアリングコラムを前に跳ね上げてから、全部の黒いマット部分を足場として乗降するという、風変わりなものであった。 この時点でストラトスゼロはまだ量産からはほど遠い単なるショーカーであり、フルビアに代わるラリーで勝てる車を欲していたランチアにとって、この車は興味の薄いものであった。ランチアにとっては興味の薄いストラトスゼロであったが、ベルトーネからしてみると量産モデルとなった場合の年間生産台数3万台というランチア側との幾度かのミーティングにより提示されていた数字は利益を 考えても十分魅力的であった。そこで、ベルトーネは、ストラトスゼロの車両レイアウトが MR という、ラリー競技者にとり有利であることを利用して、ここから、さらに量産化に向け売り込みをランチアに対してかけ、様々な要素を検討した。前述のように、ラリー競技での勝利を目指す車を欲していたランチアで、ワークスチームの責任者を務めていたチェーザレ・フィオリオは、 ラリー競技に特化されたマシンが接見している中でフィット参加に入ったことによるランチや製品ラインナップの縮小という現状からの背景上ゼロから見出したものとして手持ちの駒がなければ作ればいいと以下の点を新たにチームディレクターして加わったピエル・ウゴ・ゴッパーとエンジニアであるジャンニ・トンティ、クラウディオ・マリオリさらには作業に関わるメカニックからの意見をもまとめ上げ ストラトスの条件として化した。これらが2、3年で色あせてはならないという命題を元にベルトーネが作り上げたのが強固なモノコック構造のコックピットの前後に堅固なスチールフレームを締結、そのフレーム上に各のその前後端のフックで大きく開口する軽量な前後カウル、後に品字化され、実践仕様ではさらに肉薄化されるお持つボディであった。 エンジンやトランスミッションを搭載する、車体後部は整備性を十分に考慮した骨格とされた。サスペンション周りの構造は、同時期に、フィアットで開発され、これも当時ベルトをね、在籍のマルチェロ・マンディーニが、ストラトスと並行して、デザインに携わっていた、フィアット X1、Q と同形式の剛性の高いものが採用されていた。後に、X1、Q は、 パルガフローリオに出場しこのサスペンションの評価を高いものとしたが、プロトーティポ時点でのストラトスのサスペンションは後術の、通り実践やテスト走行での回収が必要な段にあった。しかし、合成の確保しやすい、長お及びホイールベースの短い車両という点から、ストラトスのボディ剛性は、当時の F1 マシンに匹敵するほどだったという。この高いボディ剛性のためワークスのラリーカーも、 大きな補強をすることなく、ほぼそのままの状態であった。この強固なシャシーの発案自体は、X1、Q の開発にも関与していたダラーラであり、製作は、ランボルギーニカウンタックや後の BMWM1 のフレームも担当したウンベルトマルケージであった。ストラトスには、高い競技能力が期待されたために、同様の MR シャーシレイアウトを持つ、X1、Q で、 世界ラリー選手権 WRC に参戦するよりも、より宣言効果の高いグループ4にストラトスを優先投げすることが、フィアットの販売戦略により決定された。1971年の鳥のショーでは発展系のタイプ1プロトタイプが発表され、ラリーチームのエースドライバーであるサンドロオムナーリー、クラウディオ・マリオーリの意見も取り入れてその後の発が、 行われた結果完成した最終プロトタイプが、スポンサーの移行により1972年のツールド・コルスから WRC のプロトタイプクラスに投入された。ツールド・コルス参戦当初はサスペンションにトラブルを抱えていたもののその後も、ダラーラのバックアップ体制の下で熟成は続けられた。1973年にはかなり量産モデルに近いプロトタイプが発表されたが、 この車は後に純正オプションとなるルーフとリアの、スポイラーが内転、前後カウルのアウトレットルーバーの形状やダッシュード、上に、軽気類が配列されるといったように最終的な、ストラダーレの形態との違いがあり、ワイパーに至っても日本式としていたものを後に位置、本式に改められている。この時点で、ランチアは、使用書に沿って具体化、回収されていくすべてにおいて、 暫定的なストラトスをストラダーレとしたのでチューンバージョンを視野に入れたすり合わせも新たにエンジニアして加わったマイク・パークスと共にランチアの既存の設備で製作できうるストラダーレ用パーツテストをプロトーティボを実践投入しつつ同時進行していくこととなるストラダーレの生産予定は公認取得予定であった1973年中に 行われる予定であったが、大幅に遅れつつあった。ストラダーでのデザイン、製造は、ランチアのテクニカルディレクターであるセルジカムフォが当たった。当時のラリー社は、量産車両を競技用に改造したものが一般的だったため、グループ4も、量産車の競技用特別仕様を想定したものである。連続する12ヶ月に5000台を生産した、量産 GT カーをグループ3として公認し、 それをベースに改造した車両をグループ4とする規定であった。しかしランチアのチェーザレ・フィオリオはグループ4のホモロゲーション取得のための必須生産台数が連続12ヶ月間に400台と少ないことを利用しパワートレーンだけをグループ3社から流用した競技専用車に近い車両を製作してラーに持ち込むという手法を編み出した。 グループ4の公認は1974年10月に降りたがフェラーリからのエンジンの供給が途絶えがちだったこともあり、規定台数、フンのパーツを含む完成車を製造できたのは翌年以降であった。ストラダーレ使用者を市販車としてみると、座席は2名分しかなく、ラゲッジスペースはリアに搭載したエンジンの後端より上部のトレーとヘルメットが入る、奥行きのある、 ドアポケットくらいのスペースかなかったため、実用性とかけ離れたレイアウトとなっていた。その乗馬力や、排気量至上主義であった、当時のスーパーカーファンからしてみると、この車以上の数値を持つ車が、数多く存在するチューラリー競技に特化した、ストラトスへの理解が低かったことから、市場的に成功した部類の車とは言えなかった。さらに、フェラーリとしては、以前から続いているフィアット D の絵、 優先的にエジンを供給しなければならない立場にあり、ランチアにしても1973年のオイルショック後の景気回復までの影響が災いし、ストラダーレといった市販仕様でさえも消費者ニーズの優先順位的に早いものでしかなく、利益にはつながらなかった。結果的に最終的な全体での生産台数は FIA の規定台数をクリアしたが、 フィアットの移行もありストラトスの生産は492台に止まった。その時点でストラトスの生産工程があるベルトーネのグルリアスコ工場が火災に見舞われ、全体生産台数に計上される予定であった1、5ほどのストラトスが失われた。世界的なコレクターの調査によれば、結果的に当時の残存数は生産済みのもの含め400台未満とされる。 こういった事情からラリーを宣伝材料に利用したフィアットの販売戦略はその対象を効果で特殊な車から大衆車へと転換し同社のラリーイメージを鮮明にするためのワークス活動の素材をフィアット131を元にしたフィアット131アバルトラリーへと早々に変更すると同時にストラトスプロジェクトに深く関与していたゴッパートは ランチアのジェネラルディレクターを解任され、チームエンジニアを兼任していた、イ一ドライバーであったマイク・パークスの死去、フィオリオに至っては1977年により、フィアットのモータースポーツ部門責任者も兼任し、苦渋の思いで、あと5年はラリーでトップを渡り合えるだろう熟成度7割ほどで、あったストラトスでのワークス活動の引き際を模索することになり、ランチアの WRC 活動は縮小。 その年の末のフィアットのモータースポーツ部門との統配合により、両者のカラースキームは、ラリー活動をフィアットが担い、ランチアは、スポーツカーレースへの参戦が割り振られた。1974年から製造開始とされる市場に出た、ストラダーレ仕様は、後期のラリー仕様と同様の両側に張り出すフェンダーが、純正オプション化され、 プロトタイプでは前後ダブルウィッシュボーンであったサスペンションがリアをロアアームにラジアスアームを追加したマクファーソンストラットに改められていた。もともとラリー車として開発された設計思想からサスペンションは調整可能な構造であり最低地上高は130から 165mm の間で自由に調整できた。ストラダーレではフロントアップライトは フィアット124用が使用されており、サスペンションピックアップの調整しろは、ジオメトが変更できるほどではなかったもののスプリングとダンパーはオプションとして数種類が用意され、使用状況に合わせて選択することができたほか、スポーツオプションとして固定式のスタビラザーも用意されていた。エンジンは、フェラーリ D の 246GT、GTS やフィアット D のに使われたものと、 基本的に同じ。もともとフェラーリの 2418cc の V6 エンジンは D の 206GT 用のユニット自体、会議用に開発されたものであり、ストラトスで採用されたのはこれをボアアップした後の 246GT 用のユニットであり、両車とも高回転よりの特性を持つ。そこでストラトスでは、ラリー用に中低速重視へ、セッティングが見直され、 最高出力は 5PS 低くなり、発生回転数は 200rpm 低くなった。さらにシリンダーブロック、コンロット、ピストンは D のと同じだが、カムシャフト、クランクシャフト、ヘッドなどは専用パーツに変更、リアミットシップに横置き、後輪を駆動する。ギア比が極端なクロスレシオに設定されていることもあり、最高速は D の 246GT。 GTS と比べて遅い時速 230km となっている。ヘッドバルブ数による仕様の違いは、初見では、ワークスの一部とストラダーレ用12バルブで 240bitHP、7800rpm。主にワークス用24バルブで 290bitHP、8000rpm。最大トルクでもその差は 2.6kgm と差分があり。 燃焼室形状も十二バルブ仕様では、ショートストローク向けではない半円球構造。キャブレターの仕様は、ストラダーレでもウェーバーのダウンドラーフ式四十六 IDA でホモロゲーションを受けており、D の生産分、フィアット D の供給分との差別化がなされていたが、レースカーとしては、当時標準的な構造であったもののラリーカーとして、エンジン構造としては八十年代までをも、通用できるようにと見据え、 技術的にも先へ進んでいたと言える。また、競技仕様である、ワークスファクトリーカー最終仕様の出力については、それぞれの競技の交参照章。採用のエピソードとしては開発の初期段階で、フルビアの水冷、V 型4気筒を一旦検討するが、ワークスカーでも 160PS 程度で、すでに性能的に限界に近く、フィアットは131のエンジンを提案したが、 重量的に重く、当時のランチアには新たにエンジンを振動する時間も、資金もなく、ベータ用に開発中だった2.0リットル水冷直列、4気筒 DOHC にほぼ決まりかけていた。しかし1970年のツールド、フランスオートモーティブでのムナーリによるフェラーリから、借り受けた、お馴染みとシップ車であるディーノでのテストドライブの、感触の件や、 1971年に鳥の章で発表されたストラトスには仮のエンジンとして D の 206GT のユニットが搭載されており、それを目の当たりにしたチェーザル・フィオリオが元フェラーリ在籍であったピエル・ウォ・ゴッパートを通じて、フェラーリと親会社のフィアットに提案、当時現行であった D 24の 246GT の 2418CC ユニットを獲得することに成功した。 エアハンネル上部に来るサージタンクの違いは湯たんぽのような形状で両端に2本のノズルが開くタイプと四角いケージ形状のエアクリーナーが付くタイプコンペティオーネストラダーレともに種類ありさらには後期型である薄型の平らな黒いケース形状のものがある1974年に登場するターボ仕様ではハンネルを覆うケージ形状のエアクリーナーが付くタイプ状に下級機取り込み部が乗る 一般的にホイールベースが長いほど直進安定性を得やすいとされているが、ストラトスのリアのトレッドはスカイライン GT-R に近い数値なのに対し、ホイールベースは現在販売されている軽自動車の一般的なホイールベースよりも短く、全長においても今日の欧州車での分類上の A セグメントに相当する短さである。これは何より、 ラリーマシンとしての資質を最優先させたがゆえである。ホイールベースが短いため直進安定性を得るのは簡単ではないが、その代わり非常に高い回答性を得ている。そのためこの車を買ったプロドライバーたちは乗りこなしに苦しんだ。その挙動については WRC での実践でストラトスに乗ったことのあるラリーストであるミシェル・ムートンやビヨン・ワルデガルドとの取材時エピソードで、 語られている通り、すべてのコースがコナーであってくれれば良いと思ったくらい、直線では気を抜けないなどと表現していた。事実当時ラリーに参戦していたストラトスの写真は、どれも決まった車体のコーナリング角度がなく、写真を見るだけでも、その回答性能がシビアだったのかが伺える。当時のタイヤ性能で、その得意なコーナリング性能を発揮するにはいささか、不足勝ちとして、 ワークスチームタイヤ供給元であるピレリに開発を委ね対応できる専用タイヤ開発に成功。フィードバックされ後にピレリ P7 として商品化された。日本において1970年代のスーパーカーブームの真っ只中に発売された車であったが、1980年から1990年代へ、 進むと並行輸入やオリジナルの現存車両も少なくなり、ストラダーレ仕様でさえ希少となっていた。これらの要因から、ランチアとは無関係のレプリカのキットカーも多数存在し、中には日本の行動向けに保安部品をつけ、公認を取っている車両も存在する。ここでは代表的なものを挙げる。ランチア自身のワークス活動としては大別して2種類の カテゴリに投入され、プロトタイプから熟成を重ね等角を表すようになった。それぞれ、ラリーとオンロードであるが、カテゴリごとでのレギュレーション上の細かい箇所での仕様変更も伴う。競技仕様は、コンペティツ用ネとして、プロトーティポでのサスペンション形式である前後、ダブルウィッシュボーンのままパワーソースチューンと、 タイヤトレッド幅変更によるカウリンの変更を段階的に施され派生した。シャルドネチームは1975年のツールド、フランスなどグループ4マシンの持ち駒がない時にグループ5マシンをレンタルしグループ4仕様に改造、グループ5仕様のスポイラーを切り取るなどしてラリーやレースに出場するなどの例外もある。前述の通りランチアがストラ、トスを投入するまでは 当時のラリー戦歴的に、ジャンクロード・アンドリューがかる、繊維強化プラスチックボディによる、軽量化まで進化していた、アルピーヌ A112 を焼いていた1971年シーズンまで、ランチアは、フルビア、フィアットは124アバルトスパイラーで対抗するも、ラックラリーとスカンジナビアラリーで、フォードは、ティモ・マキネンとロジャクラーク、サーブは、スティグ・ブロンクビストなどが焦点を絞っており、 安定した上昇には難しく、サファリラリーには日産が、ブルーバード510、ダット 3240Z で、シェカーメッタや地元勢が、スポット的に勝ちを狙い、ランチアが、ヨーロッパのみならずのラリー勢派に目を向けるには、フランス勢の存在もあり、フルビアや、その後、共に、新規参戦とするベータクーペの戦闘力で抑えつけるには、 開発競争的にも熾烈を極めていた状況であった。まず、ストラトスは、前述にもある通りプロトタイプクラスで1972年のツールドコルスに、ルーフの後へインダクションポッドを排す仕様で試験的に投入。1973年、1974年と、ラリーはオイルショックで一時開催を部分的に自粛されるも、その後はストラトスが旋風を巻き起こす。 そこから熟成を重ね、1973年世界戦外で、あるスペインのファイアストンラリーで、初優勝を挙げるとこれを、コンペティス用ネ仕様として熟成させていくことになる。熟成に際して、各スペック開発へ関与していたのは、サファリスペックが、ムナーリが担当。それを転用しグラベル兼用とし、ターマックスペックを開発上のプリペア能力に長けた、クラウディオ・マリオーリが担当した。 WRC での初勝利は、市販モデルとして挑んだグループ4ホモロゲーション、取得直後の地元ステージ、1974年、ラリーサンレモであり、わずか4戦に出場しただけで1974年のメイクスタイトルを得してしまった。その後、1975年、1976年と、他チームは、ストラトスに基準を合わせ開発を進めるも、どの車よりも、 その走りは、ターマック、グラベルを選ばず総合的に寄せ付けなかった。乾燥の難易度が高い1975年のサファーリでは、ビヨン・ワルデガルドとサンドロ・ムナーリのストラトス2台、ベータ・クーペが一大支援としてエントリー。サービスポイント数やセスナの手配においても他チームより万全のサポート体制を敷く。79台出走中乾燥14台という過酷なラリーとなった。 三台とも度重なるミッション、サスペンショントラブルの中、幸運にもポイントリーダーである三菱、ランザーのジョギンダーシーンが、翌日の第2レグ前半でリタイア。ベータも、その直後リタイア。ワルデガルドもブレーキトラブルで、ペースダウンを余儀なくされ、オベアンダーソンのプジョー504より、ポイントでリードしていた分、トランスミッション修復で、ポイント減点されていたムナーリが、最終ステージで、 コースアウト。リアセクションをヒットさせ、スペアタイヤの重みで、リアカウルが吹き飛び、三菱勢を抑えつつも、ゴール手前でカウルを付け直しなんとかムナーリが2位、バルデガルドが3位に食い込む。翌年からのサファリではその間のラウンドである、ラックラリーでも同様のトラブルが立ていたことからタイヤをルーフに取り付けるようになったのはこの時の有名なエピソードが含まれる。さらにサファリオも、 得意としていたワルデガルドが1976年後半にフォードへ移籍。このことから1977年のサファリを勝ち取るのがこの車にとっていかに難しかったかが伺える。結果1974年、1975年、1976年の世界ラリー選手権製造者部門のタイトルを獲得。1974年は フルビアやベータクーペでのポイントを含む。ただ、この時点で3度メイクスタイトルに輝いたとしても、ムナーリ、ラウナールトーネン、ビッグプレストンジュニアなどと多くのドライバーに委ねようと、ラックラリーだけは勝てなかった。ランチアチームのカラーリングの移り変わりとしては1975年からは、それまでの継続的なマールボロカラーとは一変。アリタリア航空が、スポンサーにつき、 ボンネットフード部分にアリタリアのトレードマークを配した白と緑主体のカラーリングに変わる。ここから WRC 上ではワークスファクトリーで組まれた払い下げ車両を含むファクトリーカー使用した地元有力プライベーターと共に破竹の強さを見せることとなる。1976年、1977年とボディ上面フロントからリアに矢を彷彿とさせるリボン状の赤。 緑、白のストライプにボディサイドセンター部へ、おおらかにトレードマークを配した有名なカラーリングとなる。フィアットはランチアを1969年に買収したことで、実質2つのチームを所有し、1976年のシーズンオフにランチアとフィアットのモータースポーツ部門の統合がなされ、フィオリオがランチアとフィアットのモータースポーツ部門の責任者の任につき、 フィアット社での完全制覇を念頭に置くようになり、会カテゴリー、グループ1、2で128、後継に当初、X1、9投入を考えていたが131投入後に、リトモを投入するなどでも参戦していた手前、それまで、あまり本腰を入れなかったこともあり、ランチアより4倍ほど予算を割いているの勝率が上がらなかったことが、マーケティング的にもいささか辛かったのである。 これらの要因から、フィアットの移行で、ワークス活動を1978年フィアット131アバルトに移す以前よりセミワックス状態である、フランスのプライベートチーム、シャルドネア、ジョリークラブ、チェッカードフラッグへの継続供給と、それらのプライペーターサポートとして、ワークスエンジニアのクラウデオ・マリオリが残った。1979年、100ユニット生産によって、 コモロゲーションに使用追加できるというルール上の特例が廃止され、ワークスでのラリー最終使用となっていた300馬力の4バルブエンジン、軽量フライホイール、ツインプレートクラッチ、レーシングギアボックスといったパフォーマンス向上に貢献するユニット類が使用禁止となる。そこでコルスマイスターの異名を持つベルナール・ダルニッシュはツールド、コルスを シャルドネで勝利するために4バルブエンジン完成まで使われていた270馬力に進化させていた2バーブエンジンをワークスエンジニアであるマリオーリに委ね、283馬力を絞り出すことに成功し、フォードエスコート RS を狩るアルデガルドに勝利する。1980年代序盤でもその戦闘力は実戦で通用しており、最後の優勝は前日のダルニッシュによる、 1981年、ツールドコルス。また、ローカルイベントである、シャモニーアイスレース、表上体レースでもその融姿を見ることができた。市販車とは一線を隠すような特徴である、流線型とは、ほど遠いように鋭角的に張り出した、ドライビングライト。当時では、フォグランプを装備しているが、これは、通常の車両用ではなく多大な光量を得るために、 特殊な航空機用を流用したものだった。しかし夜間に見学していたギャラリーの暗闇になるためを直撃してしまい、あまりに眩しいとクレームがついたので使用禁止になり、後年は光量を落としたレンズカッティング化された競技車両用に換装された。ストラトスはモンツァなどでの地元サーキットレースやルマンなどの24時間耐久カテゴリーにも参戦した。参戦にあたり、 クーゲルフィッシャー製インジェクタと、KKK 製ターボチャージャーを装備、ドライサンプカ、ホイールベースを 140mm 延長した、耐久レース仕様のグループ5車両が製作された。また、タルガフローリオといった、スポーツカー世界選手権外となった行動、クラシックイントにも WRC3 戦前の1973年に、リア後端に6つのアウトレットが開いている。 マールボロカラーのプロトタイプを投入し、サンドロムナーリ、ジャンクロードリュウグミでバケットしとトラブルで、ピットインしつつも2位の成績を収めると、ツールドレズナでも優勝を果たし、その後9月のツールドフランスで、リアスポイラーを小型化し、現在の形状とは違うルーフスポイラーを取り付けた、仕様で優勝。1974年3月のシチリアで、 フロントスポイラーがワイドスムージング化されたロングホイールベース仕様の登場となり、その年のタルガにはアミルカ・アレバレス・ストリエーリ、ジェラール・ラルース組で優勝している。その後のツール・ド・フランスではアンドリューのナシオートムナーリのターボ仕様の2大体制出場。アンドリューのストラトスは2台のリジェ・ JS2 に次ぐ3位へ食い込む。さらに熟成が進み、ボディワークがよりシルエット化されると、 ムナーリの手による活躍が見られた。1977年のジロでイタリアをムナーリの手で走り、エンジントラブルでリタイアした539は直後日本へ空輸され、同年富士スピードウェイで開催された、フォーミュラーチャンピオンレイのアトラクション、スーパーカー VS レーシングカーショーで、当時、星野和義がエキシビジョンとしてエンジン部長のままドライブし、一時話題となった。 同時に展示車両としても GR4 ラリー仕様とストラダーレを展示。このこともあって1977年仕様のワークス、アリタリア航空カラーが当時日本でストラトスとして一番連想させるカラーリングと手根付くようになる。この車両は1980年代より長らく日本のスポーツカー博物館であったギャラリーアバルト自動車美術館にて展示されていたが、現在は 欧州のコレクターにわたり、エンジンを含め走行可能な状態に復元されている。1979年のグループも仕様では、先のインジェクション化やターボ化によるリファインに加え、3バルブヘッド化。出力も耐久性を無視すれば 560PS に到達するものの、スプリントレース仕様では 530PS としている。ボディーワークの軽量化も手伝って、851kg まで。 軽量化された。以降、ワークス活動を、ベータ、モンテカルロターボ GR、ゴエトリカルドパトレゼ、ジルビルニューブ等の手により移していくと、多くのストラトスは、プライベーターの手に委ねられた。また、1975年頃から、ヨーロッパ各地で盛んであるエラヨーロッパラリークロス、選手権、現在の FIA ヨーロッパ選手権、ラリークロスドライバーズでも地元プライベーター、 転用されている。中でも、赤と白のメンフィスカラーのストラトスをカルカの F1、ドライバーであるアレクサンダー・ブルツの父、フランツ・ブルツが、アルピーヌ A110、ポルシェ911などが猛威を振るっていた175年から使用し、1976年にはシリーズタイトルを獲得。アンディ・ベッツァも、ストラトスユーザーとして、息の長かった存在であり、ブルツと共に勝利を重ねている。 ベッツァはシーズン後半にアウディクアトローニに乗り換えることになる1983年当時の仕様ではグループ5として3.0リッターエンジンにまで発展させた仕様を投入していた。ストラトスゼロから数えると生誕から2000年で30周年、2010年で40周年となったことが影響し、ストラトスの名称を用いたりモチーフにした。 コンセプトモデルや関連するプロジェクトが表されている。2000年取りのシのーにはマルチェロ・ガンディーニがゼロ的立場のストラ S81 コンセプトを発表。ほぼ並行してコレクターズ・ミーティングであるワールド・ストラタス・ミーティング上水面下でそのメモリアルとしてニュー・ストラトスのプロジェクトが発足。2005年の時点で商標権がすでにランチや ベルトーネからフェノメノンに移り、モックアップも完成。量産化については難航しており、フェノメノン代表がピニファリーナに席を移しつつ2010年、ワンオフという形でニューストラトスが生まれ、1912年に誕生したベルトーネが2012年、創業100周年記念としてゼロをモチーフとしたコンセプトカー、ヌッチアを制作する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。